やあ、刹那圭介だよ。色欲夢見てるわ、夢見てる第3話、帰ってきました、色欲シリーズが。皆さん、お待たせしました。って言っても、このゲーム作ったら俺じゃないですけどね。なんか、長いこと待ったような気がするな。その間に雰囲気変わったかな。結構スタート画面が前作より変わったし、何よりお前や。お前、ヒゲつけて、ルナ博士みたいなキャラになっとったのにさ、今作はどっちかって言ったら、ちょっと上から目線なモデル風な感じのサングラスかけようとしてるな、お前。今回、この妹、今回のこの妹の、ボケっぷりにも注目。じゃあ始めます。ニューゲームです。キャプション。大きな音が鳴ります。おにょにご注意くださいっていうのは前回までと一緒やな。で、これ、決定機押したら人が出てくる。ポーンって、おま、前回よりも怖なってるやん。こんな感じです。何この哀愁漂う BGM 。何があったん？俺の名は、夢見てる。亡き母、夢見ミミコの力を受け継ぎ、霊の見る夢に迷い込む人々を助けてきた。だが、二人の女性を死なせてしまった。人魚の夢に閉じ込められた、水見野枝。そして、学校で死んだ同級生、鈴木レミ。二人とも霊の存在を知りすぎたために命を落としてしまった。俺の通う学校に現れた悪霊、北に喜薬は俺を認識した。学校にも、もう行きないだよ。そういうことになるんじゃ。だからこんなに哀愁漂う BGM なんじゃ。俺は、行き場を失ってしまった。そういう始め方するか。あ、そうなるんじゃ。学校、卒業じゃなくて中退か。ホストクラブ、ドリームス。俺は、ホストクラブで働き始めた。そうなんよな。俺、ツイッターで、作者さんのアカウントフォローしとおけんさ、事前情報として入ってきたんやけどさ、そうなんよな。今回ホストが舞台なんよな。でもさ、俺はあれ、卒業してホストクラブに入ったんかなと思ったからさ、中退したんやな。中退でホストクラブに入る感じの話になるんやな。おう、それじゃあお前の源氏名はテルだ。明日から働きに来てくれ。店長さん的な人かな。なんか弾丸論破みたいな BGM 流れてる。さすがホストクラブ。彼の名は龍河、かっこ源氏だ。俺を雇ってくれたホスト店のオーナーだ。なんかホスト店のオーナーさん、なんか GTO にできそうなんですけど。グレートじいちゃん鬼塚。なんか過去に教師とかやったことないかな、この人。俺は未成年なので、先なし、アフターなしという厳しい条件だったが、彼に夢見てるという名前が、女性に夢を見せている感じだからと気に入られ、ホストクラブドリームスで働き始めることになったのだ。これ未成年で働くの大丈夫なのこれ。明日からヘルプで入ってもらうから先輩に挨拶しておかないとな。はい。おーい、キラー。お、キラー。なんすかー。ちょっと来てくれー。あ、ちょっと待って。デスノートで人殺してそうな名前の人が来たんやけど、大丈夫かな。ウィース。おお、どっちかって言ったらさ、デスノートを追い求める人みたいな。デスノート、キラーを捕まえようとする側の人みたいな人が出てきたんやけど。明日からお前のヘルプに入る。夢見てる。過去源氏なんだ。まるまる本名使ってんじゃん。いやだね。ちょっとやめて。本名は使わないで。俺がキラーだ。よろしくな。ほほ、すげえ、なんか女性が宝塚の女性みたいな感じになってるやん。女性が男役やった感じみたいな人やな。笑顔、笑顔。よろしくお願いします。てるくん、
笑顔は慣れてないのバレバレな顔してるぞ。え？え？妙な周波数でシンクロすなお前ら。何かを感じ合うなお前らは。じゃあ明日からシフト入ってくれ。よろしく頼むぜテル。はい、こうして社会人としての一歩が始まったのであります。とにかく働かなければ。そして見かけたのがホストの求人だった。なぜそのタイミングでホストの求人が目に入るのだ。なんだ、妹がチラシ集めてるのか、ホストのチラシ集めてるのか。これまでのホストっぽいと言われていた俺はその記憶が脳裏に吸い込まれており、そして就寝していたこともあり、ホストの門を叩いてしまったのである。それ理由にしてあかんな、就寝ってことを言い訳にしたらあかんな。それ幸いこの仕事はルナも応援してくれている。いやむしろルナちゃんがチラシ集めてさ、これやれといいよみたいな感じで出したんじゃないの。とにかくやってみることから全てを始まるのだ。何もかも経験ってやつか。とにかく経験ってやつか。もう BGM もホスト風になってるやん今。ホストがありそうな感じの街になってるし、雰囲気えらい変わったな、この出てき方も。すげえな、相変わらず過去よりもこれ第1話からこういう動画流れよったけどさ、さらにヌルヌルして演出も変わってレベル上がっとんな。すごいわ、期待できる、めっちゃ期待できるこれ。来た、妹の会話パート、パートかな。家に帰ってきたな、ただいま。おかえりお兄ちゃん。こういう声が聞こえてきたときって大体決定機を押してるからさ、バーンって言って、えっていう感じになるからね。あれ今回普通。え、どうした、いきなり驚きやがった。人の顔を見て驚きやがって。どうしたって言うな、お前は。え、え、ちょっといきなり、ちょっと予想外なんやけど。いや、予想通りやわ。予想外な感じで始まったかと思ったら、意外と予想通りな感じかもしれんわ、これは。お兄ちゃん。どうしたんだ、ルナ。まさか、例の仕業なのか。今まで出会った例の誰かが、ルナに呪いを。お兄ちゃん。ルナ。ルナ、しっかりしろ。ルナー。お兄ちゃん、かっこよすぎだと思った。呪いは呪いでも恋という名の呪いですね。もう禁じられた恋、兄弟愛ですね。もうデフォルトだね。もう ルナちゃんだったらここまでやりかねないと思ってたね、俺は。予想外だけど予想通りだったね。やめろその BGM 流すの。笑うわ。ルナ、心配させるなよ。だってお兄ちゃんがかっこよすぎるのが悪いんだもん。でも私はそんな格好してるお兄ちゃんが心配だよ。ホスなんて本当に大丈夫だよ。前回の第2話でホストになればいいよみたいな感じのことを言おうったやつが何言おんなお前。また女の人が寄ってくるんじゃないの。ルナ、心配しているのか。
確かに俺も接客業は初めてだ。ルナを相手に少し練習しておこうか。市内で選択肢選ばせてくれんのやな。まあしといた方が、しとっくに越したことはないわな。ルナ、お前の心配も、もともだ。ちょっと練習したいから、付き合ってくれ。オッケーだよ、お兄ちゃん。ああ、笑顔はまあ、もうちょい頑張ろうな。うん、な、まあ、うん、頑張ろうな。ご指名ありがとうございます、デルです。ルナ、いくらのルナちゃんでもちょっとこのもう作っとんなって一瞬で分かる笑顔に対してはこんな顔、いい感じだ。もっと、おこれ自分で選べるんじゃ、どんな感じに。よっしゃ行こうぜ。よっしゃ、テル君のさ、テル君の持ち味生かしてクールに行こう。クールに。ヒドバの夢見ようぜ。夢見てるです。わー、ルナちゃんでもこれは擁護しきれなかったぜ。幻滅パターン掴んだぞ、心を。いや、掴みすぎてボローンって壊れちゃったね、これ。やっちゃったね。そうだ、あれを出さなくては。あれって名刺か。おお、意味見てると申します。さっき自己紹介したやん。めっちゃ派手。うん。ごめんね、お兄ちゃん。どうして謝るのかね。お姉ちゃんの笑顔がなぜか怖く思えちゃったの。俺もまあ慣れてないだろうからね。なぜだ、なぜなんだ。でもお兄ちゃん、ホストなんて続けられるの、体壊しちゃうんじゃない。ルナ、聞いてくれ。オーナーの龍河さんに、あ、龍河さんが俺に言ったんだ。龍河さん。ああ、俺のルックスがホストにぴったりだと思ったらしいんだ。まあ、確かにな、チャラい系のイケメンやもんな。多分チャラいとか意識したことがないんだろうけど、チャラい髪型しとんもんな、今でも。ガーン。それはわかる。そして意味出るっていう名前が女に夢を見せてるみたいだって言うんだ。ちょっと寒いな。ダジャレじゃん、それバカにされてるよ。気づいて、お兄ちゃん。いいか、ルナ、龍河さんが俺に言ったんだ。え、女たちに一晩の夢を見せることが王者女ホストの使命なんだよ。ああ、お兄ちゃん洗脳されちゃったの。一種の宗教みたいになってるよ、これ。バックに女神がいてもおかしくないね。何教だ、ホスト教か。お兄ちゃん、でもだからってホストなんてやらなくてもいいのに。え、ぶっちゃけやだ話さ、ね、前の、第2話見た人にとってはさ、お前が言うなみたいなところあるけどね。ねえ、どうしてホストになったの？ねえ、お兄ちゃん、どうしてホストになったの？どうして？ねえ。そうだよ。結構この影響あるじゃないかなって思っとったところなんだよ。お前が言ってんだよ。え、言ってないよ。バリバリ言ってたわ。お前どの口が言うんだ。
言ったのはルナ博士だよ。あ、え、ドイツ人物じゃないっていう設定なのそれ。そや、それがお前らだろ。違うよ、ルナ博士だよ。ルナ博士っていうもう一人の人格が表に出てきたんだよ。いや、人格言ってる時点で同じじゃん。多重人格かよ。あ、ルナ、猫のルナ。待て、そこの猫。俺が世話をしているのにルナの味方をしやがって。可愛がってやる。覚悟しろ。もう、力で訴えるやな。力で分からせてやろうとしてる。やめてお兄ちゃん、ネコルナは関係ないの。え、ね、ネコルナ今、なんか、ネコルナおかしくなかった？あの猫、大丈夫か？ちゃんと餌やってるか？あ、やってるの俺だ。第3話、ホスト失踪事件。あ、猫に関してはどうでもいいんじゃもう。え、猫に関しては放置なのか？放置らしいね。え、これなんか伏線だったりせんだろうな。大丈夫かな今後、猫ルナは。そして、ホストクラブで働く日々が続いた。厳しくも優しい先輩たちの教えもあり、俺は順調にホスト道を進んでいた。ただ、一つだけ気がかりなことがあった。俺には、例の見る夢から人々を助けるという使命があったんじゃないか。そんな疑問も日々の忙しさの中で次第に忘れていった。それの方がいいんじゃないかな。普通の人間として生きる的な。そして一人の客がやってくる。出る。ちょっと来い。何でしょう、キラ先輩。お前ちょっと笑ってみろ。え、はあ、はい。こうですか。不穏な BGM です。もう言う、音量が直におるとしか考えられないような不穏な BGM をさ、不穏じゃない時に使っておりますね。てるよ、辛かったら無理して笑わなくてもいいんだぜ。え、いえ、別に辛くは。そうだな、キラの言う通りだよ、テル。ホースの武器は英語だけじゃないぜ。いえ、特に辛くはありませんが、見てるお客さんの方が辛いんだよ。なぜだ。みんな、なぜ俺の笑顔にフューチャーしてくるんだ。まるで笑ってはいけないかのような意図を感じるが、俺にはその理由がわからない。なんかテル君も若干ボケキャラなところがあるんよな、こういうの見よったら。それより聞いてくれ。はい。最近この街で何人ものホストが失踪しているらしいんだ。また失踪。ちょっと待って、前回第2話がさ、女子高生失踪事件だったんやけど、まだ失踪事件なのねえ。2回も続けるのか。まあそれはそれで面白いかもしれんけど、ホストが失踪って。インフメそうやラップで、ホストが失踪、イエーイ。え、ホストが失踪。ああ、誰に連れられされるか分からんが、2人とも十分に注意してくれ。テル、ヤミチは注意しろよ。こういう職業からメンヘレがストーカーになるとかよくある話だからな。はい。お、来店だ。シャッセー、いらっしゃっせー。チャラいな。テル、客だぞ。キラのヘルプでついてくれ。はい。さあ、どんな感じで働きよるか見せてほしい。おっと、これ今回のヒロインかな。ヒロインかっこ大人やけんな。
これまでどっちかというと大学生ぐらいまでやったもんな。が突然明らか20代後半とかその辺の人が来てましたよ。だいぶ年上だぞテル君、しっかりしろ。お疲れゆりさん、今日はもう仕事終わったの？常連らしいなこの人。ゆりさん、もう疲れちゃった。あれゆりさん、ちょっと感じ変わったんじゃない？あ、わかる、嬉しい。今日はもう楽しんでいってね。はい。てる、ゆりさんとキープボトル持ってきて。はい。てる、ちょっと来い。何ですか、龍河さん。え、龍河さん、俺のこと好きなんですか？やめてください、俺は男に興味ないんです。あの姫野ゆりさんはうちによく通ってくれる乗客だ。お前も顔を売っておけよ。わかりました、龍河さん。お待たせしました。さあ、第一印象が失敗だ。もう失敗っていうことが分かるぐらいに今ぴったり BGM 消えちゃったね。一瞬だけ。あなた新人さん？ほらテレ、ゆりさんに名刺お出しして。はい。新人の夢見てるです。気取ってるわ、この名刺気取ってるわ。わあ、キャラ濃いね。よかった、意外と好印象。テレ君、お酒強いな。で、テルはまだ未成年だから俺のヘルプについてんすよ。つまんない、一緒に飲もうよ。ああそうだな、テルは飲めないけどユリさんを楽しませるテクはあると思うよ。テル、お前なんかネタないの？やばい。ネタ振られたんやけど、一番困るやつやん、一番困るタイプのやつやん、それ反応に。なんてことやろこれ、無茶ぶり。そうですね、テル君あんまりこういう人を沸かせるタイプのネタは持ってなさそうなんやけど。うちの家系はちょっと特殊でして。あ、そうか、そういう話すればいいんだ。なるほどな。霊が見えます。 あ、でもこれもしかして、あ、え、これもしかしてマイナスに働くパターンじゃないの？あ、出る、滑ってるぞ。あなた霊が見えるの？めっちゃ食いついてきてるこの人。この人めっちゃ食いついてきてるやん。見えますよ。本当に？本当です。嘘だみたいな反応が普通だよ。本当にみたいな反応まで来てしまった。めっちゃ食いついてる。ちょっと相談に乗ってほしいんだけど、いい？いいですよ。あ、それじゃあ俺は呼ばれたから行くね。テル、あとよろしくな。ははあ。二人きりです。隣、座って。ははい。失礼します。いや、その画面で止めるな。テル君はそんな嫌いじゃないぞ。まあ俺はそんな嫌いやけど。